神大寺。神大寺は、古くは、神大寺村といい、神奈川県横浜市神奈川区の地名である。神大寺1丁目から神大寺4丁目の4か、町からなる。横浜市において、古くから現れた地名の一つである。郵便番号は221-0801。神奈川区の中央部、六角橋と片倉の間に位置し、住宅と農地が混在する。 戦前は上宇都市、神宇土、神大寺、神寺上太寺,寺とも書いた。最寄り駅は、横浜市営地下鉄ブルーライン、片倉町駅、三沢上町駅、三沢下町駅、東急東横線白楽駅、反町駅である。また、横浜市営バスの35.50系統や36.82326系統を利用し、横浜駅などへ出ることができる。 昭和30年代までは、横浜の純農村地域で30個ほどの農家が、里山の根などに集散し、江戸時代から稲作や畑作が盛んに行われていた。しかし、水田の大半は、戸田と呼ばれる湿田で稲作をするには、条件の悪かったため、米麦の栽培は、積田と呼ばれる、自家巻きの方法で行われた。従って、米の収量はそれほど多くなかった。 大正気象は30年代にかけては、北、南、西の丘陵に広がる畑で、黒葉大根が多く栽培され、特産であった。現在の片倉、六角教間の道、指導片倉六角教線は、姿、羽沢方面から日谷の市場に向かう野菜を積んだ、牛車が見られるくらいで、自動車などはほとんど見かけられることがなかった。その道に沿うように、 湧き水と水田の絞れ水からなる滝の川が流れていた。現在の丹大寺小学校や、コープ神奈川丹大寺店、クリエイト SD 横浜丹大寺店のある平坦な土地には水田が面に広がり、夏には川津の鳴き声がうるさいほど響き、ホタルやノウサギなども見かけられた。2006年現在も町内には農業振興地域、 生産力地地区と線引きされた区域があり、都市農業が意欲的に行われている。町の急速な住宅化は終戦後、それまで市街地に居住していた人たちが移り住んできたことに始まった。以後、横浜駅に近いことなどから昭和40年代には町の南部に大型の団地が多く建てられ、これによって町の景観は一変した。 隣の片倉、六角橋と同様、坂が非常に多い地域である。六角橋とは、地域的なつながりが大きい。六角橋中学校、六角橋五丁目33番1号のある外区が、関大寺四丁目の区域に食い込んでいるが、これは1965年に、六角橋における住居表示の実施によって、 関大寺町はざ東谷に20番地だった住所が六角橋五丁目に編入されたためである。さらに関大寺から離れた六角橋二丁目にある新京小学校は関大寺町と六角橋の間にあるので新京と名付けられた。地区内の商業施設は有効ープ寛大寺店、クリエイト SD 横浜関大寺店、ビッグ A 横浜南関大寺団地店。 ショップ99六角京店などがあるが、近隣には六角京商店街、片倉町駅近傍の有コープ片倉店、岸根公園駅近傍のトップフレッシュマーケット岸根店、東神奈川駅西口のイオン東神奈川店、丸越東神奈川店などがある。なお、横浜松坂安とは、旧入陸ストア片倉町店は2011年8月21日をもって閉店した。 最も古い記録は、小田原木に、天文六年、上杉智貞が、北条氏綱をセメントした時に、片倉、上太氏寺に、要害を取り立て、デッシ元代寺城を置いた湯とある。新編武蔵風土記には、民家すべて二十六ところどころに周アリス、東村派、平地なれども小区皇帝あり、天水城に、して常に損害の勘あり、と記録されている。 照明の由来は、戦国時代に、小机城主の笠原越前出身ため、笠原越前のか、身のぶためが、暴風、笠原のと守るのぶたか、引くのとの神のぶたかの追善供養のため、竜が潜むという言い伝えのある、竜地があったとされる、この地に、寺を建てたことに由来する。寺は二代目住職の天宗巡行の第二火災に、あったため小机に移り、これが、 現在の、雲松院となった。その後、当地に寺はなくなったが、その事号が地名として残ったと言い伝えられている。関大寺のあった場所は、現在も定かでなく、資料も発見されていないが、町の中央付近にある、塩かつて地蔵、塩を備えるイボドリ地蔵のあるあたりの畑から、太平洋戦争中に、骨壺と、六分線が、元農家によって発見された。 戦時中の混乱の中でこの骨壺の行方がわからなくなったが、もし笠原氏のものであったとすれば、そのあたりに存在したと推測できる。また、潮かつて地蔵は、神大寺の門前にあたるという説もある。近くに神奈川大学横浜キャンパスがあり、同大学が神代と略称されるため、また、東京都調布市の神代寺からの類推により、土地に、 馴染みのない人から、神大寺とも読されることが多いが、関連は、全くない。笠原新五 -1557、-15 は、戦国時代の武将で、皇上氏綱に仕えた人物。小机城代となり、神大寺、相当総我流三雲商院の会期となる。死後、姿の道喜び跡において、ダビ、仮葬に付され、神大寺に葬られた。 古くから地元の休暇には五国法上を願う行事、豊作を祝う各種行事が現在でも行われている。2017年平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。いずれにも住宅化と人口増加の中で姿を消したものがあるが、 かつての農村時代につけられていた、区画のあざなや大田道館と関わりの深い旧跡も多い。谷合の地域だったので、となど地形を表すものが多い。以下は住居表示実施直前まで存在した字である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。